若くして世代別の日本代表のフォワードとして活躍し、2017年にはリーグ得点ランキング2位の22得点を記録しているジュビロ磐田、杉本健勇。そんな彼は今から10年前にあるスキャンダルを起こしています。 AKB メンバーと合コン事件。当時人気絶頂だった AKB メンバー柏木由紀らと合コンをしていたと週刊誌が報道。その男性の相手は当時セレッソ大阪に所属していた杉本と扇原の名前が挙がりました。その当時 AKB とセレッソの両方のファンは巷で大騒ぎしていました。やはり J リーガー、芸能人と合コンできるなんて羨ましいですね。